今回は五星戦の対局見ていきたいと思います。黒番が蘇洋国九段、白番が蝶宇九段ですね。で、初手ね、赤目になりましたね。いきなり、えー、面白い手打ちましたね。で、ここで、まあ、多分蘇洋国九段、高木に打ってね、あの、多分変則席をね、蝶九段にね、誘ったと思うんですけど、蝶九段はね、もう冷静にね、 普通のね手で対応しました。なので割と普通の席になりました。まあ当然、祖世国九段はこの構えを目指してたので、まあこれ研究済みなのかなと思いますね。で、隅を折りまして、まあこれは隅の字を取ってですね。ん何か、まあこんな感じで右辺方面 打つ手もありましたね。実戦は隅の方を取りました。まあ、これだとやっぱり地合い勝負できるので、模様の5位にはなりませんので、なかなか。模様の、まあ模様の、まあ地合い勝負もできるというこ、ね、とで、こちらに打って、でここに打った手が工夫した一手ですね。これは左側に寄せたんですね。 バランス的にはなんかここら辺結構いいとこなんですけど、打ち込みが残っちゃうので、こっちの打ち込みもあるし、こっちの打ち込みもあるので、結局中途半端ということですかね。右に寄せる手も当然考えられますね。こうやって。まあ、いろんな手考えられるところで左に寄せましたと。どう打っても一局ですね。で、白が右辺割り打ちで、 で黒が左辺入ってきましたね。あここまでは互角の布石ですかね。でこちらに打ちましたね。でこうやって隅入りました。まあこれ意味としては、えー、押さえたら跳ね、へ、え、い、ー、きますよという手ですね。 まあこれで、こうやったら上から、など、まあ字は上げますけど、上へ押さえ込みますよっていう、そういうような狙いかなと思います。手厚い手でね。で、黒も反発して、跳ねて、付け越して、取って、で、これで、 黒としては、かりました、というところで、ま、取ったんですけど。まあ、この別れは、まあ、ここまでは互角だと思うんですけど、まあ隅、隅白地だった場所、黒地になって、黒は地を得したんですね。黒が地を得して、まあ、白は、えー、ここら辺手厚くなったというかね。ちこれが、えー、なんか、絶芸とかの AI の評価値は下がってましたね。ちょっと早すぎたようですね、ま、 部分的にめちゃくちゃでかい手なんですけど、これが後手なので、えー、最善ではなかったんですね。ここ33が最善、最善というか、めっちゃでかすぎたんですね。なので、うんまあ、ここでかいんですけど、何か、左上、なんかここら辺守っておく方が大きかったのかなと思います。まあ、白の取りが後手なので、まあ、なんで取ったかっていうと、まあ、黒から取られる、 で嫌ったんですかねまあこれ。まあこれ別に手抜くことも可能ですし。まあ一応受けててもっていう話もありますので、結構いい形ですので、受ける形。逆に結構左辺味良くなっちゃうので、評価して。うん、まあ鳥と羽の交換なら別に白は不満はないので。まあ、ただこれを辛いという判断。 したんですかねまあ、それだったら手を抜くという選択肢ももちろんありますので。まあ、この後黒がなんか、下がりとかぶつかりで動き出して戦いになると思うんですけど。別に、下がりぐらい打まあ別にこの戦いは白やれる戦いですので、白石多いところでの、えー、白石も援軍ある場所での戦いだ。まあ、互角の戦いになりますので。まあ、黒もここを遮っていくのを、 下げていかないと攻めにならないので。まあ、ちょっとやっぱ左上の三三入られる手が大きいので、まあ、ここら辺守ってく手の方が、うん、まあ、絶芸とか AI の評価値は作ったということかな。ここがでかすぎて、まあ、これは、えー、黒がポイント取りました。左上の分かれが、ここまでは合格だったんですけど、これで後手引いて、黒がわずかにポイント取りました。 うん、黒が先手、本来だったら黒が後手引く場所ですから、それで黒が先手取って、めちゃくちゃ大きい左上の三差に回れてるので。で、なおかつ左上でも先手を取って、右辺にも回れてますので、うん。もうこれはもう勝負手ですね。普通の手打ってたら間に合わないということで、もう早くも勝負手を白が打ってきました。 なんかこういう打ち方見ても普通の打ち方じゃなくてもう勝負で打ってるというのがわかるかなと思いますね。うん。これは、まあ。若干無理気味な仕掛けなんですけど。どうして無理気味かっていうと、これ隅なんか動き出しても右辺が痛むので、まあ、結果的に白は得してないんですね。ここで、ここちょっと荒らしても右辺がだいぶ痛んでる。 やや無理気味な仕掛けなんですけど、まあ、これは勝負手かなと思います、ね。ちょっと形勢苦しいと見ての勝負結局、黒石多い場所での戦いなので、苦しいは苦しいんですけど、まあ、これぐらいやっていかないとっていう形勢判断ですね。で、この手はね、うまい様子見で,すでしたね。まあ、意味は、うーん、まあ、様子見てるんですけど、 例えば、部分的に、なんというか。例えば単に押さえると、切る手は引いてて、これはいい。白が別に大丈夫なんですけど。こう攻め合えば白が3手で、こっちの白も4手で。で、ここを詰めれば黒はあと2手になるので、これは、 攻め合いって勝てるので、まあ、切りは引きで大丈夫なんですけど、これは大丈夫です。ただ一応、ここ、挟みつける手が、プロからあって、これ一線で渡ってくる手があるんですね。手にも引いてて。これでぴったり連絡系なので、うん、だから、なかなかすぐ押さえるのがうまくいかないので、押さえを狙ってるんですね。で、例えば切ってくれたら、まあ、例えばこういう手が効いてくれたら、押さえて、 えー、はさみ付けに、くらんで,で、渡り方が、変な渡り方になってて、まあ、簡単に説明すると、もう、放り込んで、これで、う種石が、あの、助からない形になってるんですね。これ取られてますから、こういうような狙いを見てるわけですね。 なので、まあ、ここは味悪いということでこっち守ってうわな,なんかこういう振り返わりとありました。でここを取ったんですけどここで白がわずかにポイント取ったようですね、まあ、黒もっともっと優勢だいぶ優勢だったんですけど右下の戦いでちょっと白無理気味な仕掛けで、まあ、ここら辺出たりして黒が自然と得してってはっきり優勢だったんですけど。 ここで絶芸の評価値がだいぶ下がりましたね。この手がぬるかったようですね。これがまあ守った手なんですけども。切り込まないといけなかったようですね。切り込んで、うん、まあこんな感じで攻めていかないといけなかったようですね。なんかここら辺、厳しく追求する手を絶芸を示してて、示してて、で、まあ繋げば取りで、だいぶ効かしてますよね。 黒がだからまあここでつなげばこっち取ってまあ仮にこういうふうに打たれてこの隅取られても、まあ、ここが先手で処理できてここがだいぶ厚くなるのでまあ黒としてはこういう曲がりとかに回れれば、まあ、隅取られても右辺とかの模様で、うんまあ、だいぶ真ん中厚いのでこれで、うん、はっきり黒が良かったようです実戦の進行は これで白が安心してしまいました。安心した形となって、なおかつですね、ここに出られてしまって、真ん中の模様が、ここら辺の模様が消えちゃったので、うん、これは、なんというか、白が盛り返しましたね。かなり盛り,盛り返して形勢不,不明になりました。 これ意味としては、ここ出たら、ここに出たら、ここに打って、あっ、でに、まあ、ちょうど羽ネで、まあ、黒も突き抜けるんですけど、白もいい形で真ん中頭出してるので、だいぶここら辺の真ん中の模様消えますよね。まあ、こんな感じの狙いで、まあ、調子を求めた手ですね。で、黒はこうやって切断してきましたね。 切断したんですけど、えー、これで、うん白がこれ先手で生きてる形なんですね。先手で生きてる形で。切断したけど、あんまり切断がうまくいってないんですね。結局黒が後手で、えー、ここを行って守らないといけなくなっちゃって。うん、あんまり、 切断したけどこうやって引いちゃって白としては右下の動き出しが残ってて、まあ、ここに回れれば白も勝負形かなと思いますねこれはまあ切ってきたこの体勢ということだと思うんですけどで黒は左辺を打ってきましたけどまたここ動き出されてこれかなり白が盛り返しましたね うん、なんか、ここら辺の、下辺の工房から、だいぶ盛り返して、右下も動引き出して、ここも引き出してって。うん、なんか、最初の形考えたら、白が相当、頑張ってますよね。うん、で、ここに付けたてがね、うん、超、あの、鋭い一手でしたね、うん。これどういうことかというと、これ別に左上は、あの、無条件で生きてるんですけど、 何がしたいかっていうと、これを決めて、下がりを先手で打ちたかったんですね。この手を先手で打ちたかった。これを打ちたいがための、えぇ、ー、付けだったんですね。これぶ、なんか、あの、なんでここ、下がり打ちたいかっていうと、えー、っとですね。 あのここの押さえを、あの、右下の白の眼形の具合で、白はここの押さえ先手で打ちたいんですよ、ね。先手で打ちたいんですけど、まあ、これに対しては、こう受けられてしまって、まあ、ここの、なんか、眼形の具合なんですけども。この下がりが、左下の白に対して効いてるんですね。手抜くと、羽で、 死んじゃううという形なのでだからこの抑えを利かしたいんだけどこの黒2の地点に石が来ると,左,、えー、と左方面のね下辺の白が死ぬのでそのためにこれを、えー、ちょっとそんな手を打ってもこう下がりを先手で効かしたい。で、えー、解説通りここの抑えて打ましたね。 この抑えが伝えがためのね左下のね付けだったわけですね。はい。うんこれでなんか押さえ付けがねここがめちゃくちゃ上手くて右下もうんこれで、うん、押さえまで打ててこれはだいぶ白がポイント取りましたね。うん相当白が盛り返した。うん形式的には相当元々白が相当苦しかったけど。 だいぶ盛り返した格好かなと思いますね。で、真ん中の戦いなんですけど、これがですね、あの、黒としては、うん、なんかここの、白、左辺の白、こうやって取りに行きたいんですけど、ここに打つ手が、うん、引いてるんですよね。こっち打ちたいけど、こうやって、 例えば、ここで一線から切断していきたいんですけど、これがね、だいぶ前に打った、切、ま、り、あ、に対して下げて打ったんですけど、ここに入れない、黒から入れない形で入ると、これで取られちゃうっていう形になってますから、だから白からここを押さえる手が先手の形なので、ここの白の下がりが効いてて、このこ,この白安全な形なんですよ。 サガリが効いてるまあきなんかここの下がりが効くのでこの白はだいぶ大丈夫な形と白にうまいことできちゃってるんですよね合計がねでまあこれを黒はとりあえず補強してでこう打ったんですけどサがで。 でここをね、えー、とりあえずここを守りましたね。で、ここを押さえて、まあ、ここはこうという形になりましたね。で、このこうがどうなるかなんですけど、まあ、ここでまだ形成全然形成不明の難しい勝負だったんですけど、うん、まあ、この解消が敗着になりましたね。これ早すぎたんですね、解消が。というのも継がれてしまって、 うん、まあ、こうやって。まあ、これ、こういう、これで一段落なんですけど。まあ、ここ突き抜いたのも大きいし、右辺の白が安定したっていうのが大きくて、まあ、ここではっきり、えー、白がポイント取ったかなと思いますね。この、ここ取れたんですけど、最初が早すぎて、まだ全然こう争えたんですね。まあ、こうやって取って。 なんで争えたかっていうと、まあ、ここを打っては右下にたくさん、プロから鉱材があるので、まあ、こういう切りとかが鉱材になってきますから、まだ全然、あの、争えたんですね。ちょっとそんなすぐ解消するような場所でもなかったので、もうちょっとこう、争う方が良かった。まあ、AI の絶芸なんかは、 まだまだこう争う手を示してましたね。ここでこう解消して、まあ、絶芸の評価値が一気に、白上がったという感じでした。で、こうなって、まあ、こうなっては白はっきり優勢かなと思いますね。で、この後は最後まで打たれまして、最後まで打たれて、どうなったかというと、白の4目半勝ちとなりました。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。